藤野国校長広報課。3月24日土曜日、島田市に藤野国茶の都ミュージアムがいよいよオープン。今日はミュージアムの見どころを一足先に覗いちゃいましょう。見てこの外観、静岡県産のヒノキを格子状に配置したデザインが周辺の茶畑の景色とマッチしていて綺麗。まずは博物館で世界のお茶を五感で楽しもう。お茶ってたくさんの種類や楽しみ方があるんだね。次は静岡のお茶、製茶機械の展示や映像で静岡のお茶産業の発展を見ることができるの。茶の都静岡の歴史が学べるね。そして博物館の隣、日本庭園に面した茶室では静岡県産の抹茶を使った茶道体験ができるの。本格的。さらにおしゃれなカフェレストランで一休み、ショップでお買い物もできて楽しそう。藤野国茶の都ミュージアムの開館時間は午前9時から午後5時まで。休館日は毎週火曜日。ただしゴールデンウィーク中は毎日開館しています。観覧料は1人300円。なお障害のある方、15歳未満および70歳以上の方、学生の方は無料です。ミュージアムまでのアクセスはこちら。詳しくは藤野国茶の都ミュージアムで検索。それでは今日のおさらい。茶の都静岡に新しいお茶の世界が広がるね。ここでフジッピーから今週の一言。ミュージアム行けばあなたもお茶博士。24、25日はオープニングイベントもやってるよ。番組からプレゼントのお知らせ。毎月抽選で静岡県の特産品とジッピーのぬいぐるみをセットにして3名の方にプレゼント。はがきやメールでご応募くださいね。番組へのご意見やご感想もお忘れなく。この番組は静岡県校長広報課がお送りしました。